ネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、実はこう病院帰りでございます。っていうのは何かって言ったらね、まあ、ちょっとこれ配信がずれてるんですけど、昨日ね、まあ、アルバイトの時にもちょっともう気になってしょうがなかったんですが、昨日からちょっとね、腰のあたりにこうしこりみたいなのができてて、でちょっとこうぷくっと腫れてるような感じで、なんやねんこれと思って、かんちゃうかとかなんか心配なの。ほんでちょっと痛かって、アルバイトでもなんかそれがもう気になって、そうやけど、まあバイトは一生懸命背中足こうやってて、ほんでまあ家帰って、そんで嫁はん帰ってきて、どないしたん、なんか今日元気ないやん、いやもう別になもんとかいやそんななんか言われへんやんか、なんかあの心配かけたらあかんと思うし、ほんで俺も絶対これもうガンやでとか、なんか悪い腫瘍ちゃうかとか、もう悪い方考えんのよ。でまあまあ寝て、朝起きて、で嫁さんは仕事行って、俺はあのライブあるから、あのライブに行く用意をしてて、そしたらちょっとまだちょっと大きくなって腫れてるし、ね、コリコリしてるし、なんやねんこれ、わ僕やばいわとか思って、ほんでまあライブ行く前にあのまあ行きつけの病院ってバーみたいに言うな、行きつけの病院で電話したんですよ。でまあそこはね、あの定期的に行ってる科があるんですけど、それじゃなしに違うね、科ですから、前田例えばこれ皮膚科とか、それから何なんやろな、内科とか、なんかそんなんやろな、そんなんでまあ初心やから、まあ、電話しとこうと思って電話したんですよ。そしたらまた大きい病院からなかなか電話出えへんね。もうそれでもうだいぶイラついとったやけど、ね、何回もかけてやっと出て、あらすいませんこうあ、そしたら来てくださいで、何時まで行ったらいいんですか、10時半まで、10時半までに行ったらいいんですかって、それまでに受付が終わってるかもわからないです。え、受付終わってんの、いやだから10時半より後やったら受付終わってんの、10時半までに行ったらいけるのですから、それはその時によっての受付が終わってる場合が、いやだから10時半までに行ったらいけるんですか、ダメなんですか、時間を言ってください、言ったんですよ。だからその日によって、ってもうええわ思って、で10時半やったらライブ行く前に受付せなあかんやんか、もうこれどないしよう思って、ほんでまあライブはそのエントリーを払ってのこうライブやから、まあまあ仕事ではないんで、ちょっとまあそっちを優先しようと思って、そんでまあ病院の方に先行ってね、ほんでまあね、皮膚科の方行ってくださいみたいなので、で皮膚科のところで待ってたんですよ。そしたら、えらい待たされるんですよ。ほんで俺が診察受けるその診察室の前で行ったら、おじいちゃんに近い先生なんですよ。でもなんか大きな声で、それで、それはダメですよとか言う、だからこうとか言って、まあなんか口うるさそうな、ほんで長い一人に対してなんないの、2、30分診察してんの、どなんなってんねんこれと、ほんで結局俺予約じゃないから最後や、12時過ぎぐらいで、どうぞーとか言ったら、もう、まあ、おじいちゃんですよ。あ、どうも、お名前は、パソコン見ながら言ってるわけ。武井照彦さんな、青井照彦さんやと思いました。どうぞ座ってください、みたいなんで。ね、やっぱりね、先生って、医者ってやっぱ年寄りの方が、なんか安心するわ。ほんで、うまいわ。どない言うの？俺も何回も病院で吠えた、大体若いやつよ。もうでも何なんやろな、親切に、でどうしました？いやちょっと腰のあたりにちょっと見せてもらえるかな。はい、これね、粉瘤っていうやつですよ。先生は何ですか？まあそれは後にちゃんと説明しますんで、まずはちょっとね、これをやらなあかんのでってパソコンなんですよ。それで
ソコンの打ち方がおじいちゃんやから、あの両手の人差し指で交互に文字を押していってるんですよ。ね、ほんで、あのね、分流ね、それで、まあこれはあのバイ菌が入ってそこがちょっと可能してる、別に悪いものじゃないんで、ほっといたら消えるものなんで、まあ消えなかったりしたら、まあ整形でちょっと手術っていうこともありますが、はい、それに対してのお薬を、抗生剤を、ね、7日間、抗生剤、抗生、あれあれみたいな、もう抗生剤、剤が罪になってるんですよ。抗生して罪ってどういうことやね、意味がわからんわ。先生、字間違ってますよって、まあそんなの言われへんやんか。そのままカルテに抗生罪罪とかで書いてたよ。うん、で、粉流って俺は粉に、流はどう言うたらいいかな、という文字やと思うのよ。その粉も1分2分の粉になってるのよ。で、先生それ間違ってるよって思った、あ、これは違うね、粉流が立つになったりとかして、あ、一人 2,30 分かかるのこれや思って、これが原因や思って、でもまあ何ともないことで安心しました。体質があるんですって。これを、症状として、完結的治療ね、抗生剤を飲んで、それが治まれば完結的な治療って、その完結は俺完全の回に結論の結の完結的治療やと思うんですよ。それが感激の感に血液の血、完結的治療、治ってへんやんけ俺と。それずっと文字押してましたよ。でもね、なんか人間味があってええわやっぱり。うん、武田すんませんね、まあ長いことまたしてしまって、まあほんで、まあこの抗生物質を飲んだらもう大丈夫やと思いますんで、はい、どうもお大事に。で、こう扉閉めるときに看護師さんに、次の患者さんはいてるかなって、あ、もう今ので終わりです。そうですか、よっしゃ飯行こう言うてたわ。ええやんな、そんなんが。まあ病院から出てね、ずっと動画撮りながらねえ、さ、おじいちゃんやわ。言うてる俺、自転車で来たの忘れてて、もう一回自転車取りに行きます。病院のところまで、じゃあ病院は丘の上にあって坂がすごいのよ。だからその下の方で自転車止めて、そこで病院の専用のバスが迎えに来てくる、それ乗って行ったのよ。そこに置いてた自転車を忘れて行ってしまいました。取りに行かないけないんですわ。はい、ということで、ちょっとねラーメン屋に行きまして、つけ麺と餃子と白ご飯食べてきました。うん、美味しかった。うん、これも俺ね、ありえへんわ。もう今日自動券売機やんか。ああ、さっきお金払ってね、券売機、ほんでちょっと行列並んでて、スタッフの人が券だけはいただきますみたいなんで、ちょっと混んでたからイラッとしてたんやけど、うん、どうぞこちらに。食うたらうまかったのよ。初めて行った店やけど、うまい、うまい。
ほんでお姉ちゃんもスタッフも愛想ええし、うん、美味しいわお姉ちゃん関西人やな、あーありがとうございますとかね、いくらハロータッチをね券売機で恥ずかしかった、あのもうって券売機指さされたわまあ病院の先生のこと言われへんわ、でもその先生おもろかったわ、そういや先生僕これ粉瘤って言うんですかね、そういうなんか25年ぐらい前に一回僕それをこうちょっと手術して取ったっていう経験ありますわって、えそれそうなるとまたパソコン文字を25年前にこれをこの上に書かなあかん、この上に持っていくのどうしたらいいっておもろかったね、しかししかし余命半ってやっぱすごいな、いやまあ心配かけまいと思って絶対まあこんな言わんとこうと思ってたんで、っていうのは何かって言ったら、まあ、嫁さんはね今回ね、まあ、国家試験を、まあ、自分のスキルアップのためにかなり難しい国家試験をね、まあ、去年受けたんですけど、まあ、あの何点か足らずで不合格で、まあ、今年、またこの1年かけて必死になって勉強して、それが今月もう今週なんですよ試験が、そんなんで、まあ、こんなことで、まあ、変なこと考えさせて心配させてあかんと思って、まあ黙ってたら、せやけどなんか、どないしたらなかったんっていう、察知するんやな、いや、何もないでって言って、まあ一応はごまかしたんやけど、まあまあでもね、大事じゃなくて、まあ、嫁さんにも、実はっていう話もしときます、ね、だから安心することやから、嫁はもう試験頑張れると思うんですけど、はい。